はい、珍しくですね、ネクタイを締めて、本当はこれに上着もあったんですが、何をとち狂ったか、こんな格好で教授のような顔して教えてます。でも教えてる内容に嘘はないので、安心してください。大体ええ格好してるので、大体前通番も多いんでね、っていうことを言い訳にしてますけどもね。たまにはいいでしょ、ね、なかなかね、はい、じゃあオールオブユー行ってみます。カラオケ全部に合わせてみましょうということで、今日は全体なね、やってみますからね。頭イントロありますからね、ちゃんと譜面読んで弾いてくださいよ。
い、勝手放題引いたんですが、ここで気になったところがあると思いますから説明しておきます。上から写してください。今回は簡単にするために Fm7flat5 のスケールを、という形にしました。実はですね、ここA フラットマイナーのメロディックマイナーを使って っていう処理の方法もあるというのをおまけで言っておきます。Fm7flat5 の11は A フラットマイナーのメロディックマイナースケールを使うアドリブ奏法というのがあります。これ実は左手が D フラット7の9、13と先ほど言いましたよね。ここで D フラットのリリアン7、開始音変えるとメロディックマイナースケールの上降形を使っているものであります。つまり G7 のオルタードでもあるんです。方もあります。こういうおまけですね。結構好きな人はやってみてください。プロ予備軍とかですね、プロでも、そうか、逆にね、単純に調合だけでやる方が新鮮かもしれませんね、プロにとってはね。アマチュアにとっては調合以外にもそういうことを覚えたらもっとそういう風なことができるんだっていう余力のある人はちょっとこれ試してみてください。左手はそのままで大丈夫ですね。じゃあこれでオールオブユーの講義を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。